今まで木綿のガウンを着てた人が初めてシルクのガウンを着た時にやっぱり喜ぶでしょ。うわすごいサラッとしてる。それですね、手触り。あとはもう完全にもうお家帰ってデザインの再現性、細かいちょっと丸みとかカーブをカットで作ってるから、もう自分で乾かすだけでフッとなるということ。欧米人の髪がシルクなら、アジア人の髪はやっぱりちょっとコットン。パリであのリリースされる作品を日本に持って帰って、で日本のプロデューサーに紹介するっていう仕事をしてたんですけど、素材とモデルが違うからもう全く違う頭になっちゃって、全然かっこいい頭ができなかったんですよ。それで悩んじゃって、どうやればパリジェンヌに負けないぐらいやっぱり日本の女の子ね可愛くできるか、10年ぐらいはかかりましたね。やはり一番難しいのはダントツ日本人ですね、はい、まあ扁平っていうんですか、なりやすい頭をどうワイドにしていくかということはやはりすごく大事なテクニックだと。そこで考えたのはこのエビレとソワージュなんですね。裏側をこういうふうにカーブしたダンカットに切ってるわけですよ。裏側だけ中に空気が入っているのが動きの柔らかさと手触りの良さですね。このテクニックによって東洋人のちょっとごわつ髪質を西洋人のさらっとした髪とちょっとこう動きのある髪に変えていくと。ちょっと本当に違います。違うでしょ、うん、1ヶ月2ヶ月経ったとしてももう全然崩れないですね、ラインがね、そのまま伸びていくからよく持つっていうことですね。表面の切り口を丸く切ることによってナチュラルで本当にキュートなラインに変えるということと、羽をなくするということですね。これがこういう丸みがこういうふうに入っています。まっすぐ切った紙っていうのは必ずいくら丸くしようと思ってもまっすぐベースで切ってるとどうしてもあの頭丸いですからインカーブになっちゃうんですよ、切り口がね。それを僕はこれは丸いアウトカーブで切ってるから、こういう柔らかい丸みがもうブローしなくてもカットだけで作れてしまう。で髪をねちょっとこう振ってもらっても多分元のところにスッと返ってきますんで、本当ですよね、再現性も高いしね、ボリュームも出たし、はい